今回は連立方程式の代入法について学習していきましょう。連立方程式の一方の方程式を一つの文字について解き、それを他方の方程式に代入して解く方法を代入法と言います。右の問題では、丸1を使って2の y を x 引く2に置き換え、丸2から y を消去します。x と y を求めます。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。 それでは答え合わせをしていきましょう。1番は x イコール9、y イコール3です。2番は x イコール1、y イコール3です。正解できましたか最後に今回の学習のおさらいです。連立方程式の一方の方程式を一つの文字について解き、 それを他方の方程式に代入して解く方法を代入法と言います。右の問題では、丸1を使って、丸2の y を x-2 に置き換え、丸2から y を消去します。x と y を求めます。これで今回の学習を終わります。